リブリマサは台湾の宝庫県出身のプロ野球選手。NPB での登録名は CCD。2006年11月から12月にかけて開催された同派アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会ではチャイニーズ台北代表史上初のアジア競技大会優勝に貢献した。 2008年シーズン途中の8月に開催された北京オリンピックのチャイニーズ台北代表に選出された。2008年9月16日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。2009年3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。シーズンは a 級キンストンインディアンスで45試合に 当番し、4勝6敗にセーブ、防御率3.35だった。2010年は、AA 級、アクロンエアロズで44試合に登番し、5勝4敗、防御率3.22だった。2011年は、AA 級、アクロンで23試合に登番し、2勝1敗、防御率2.50だった。6月に、トリプル A 級、コロンバスクリッパーズへ昇格。 21試合に登板し、4勝0敗1セーブ、防御率2.27だった。2012年は、トリプル A 級コロンバスで5試合に登板し、2勝0敗、防御率2.57だった。6月に、トミー・ジョン手術を行い、残りのシーズンを全休した。オフの11月20日に40人ワーク入りを果たした。2013年3月11日に、 インディアンスと一年契約に合意し、トリプル A 級コロンバスへ移動した。7月12日にメジャー初昇格を果たし、7月14日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーリーグデビュー。1点ビハインドの5回表から2番手として登板し、1.1回を無安打無失点1死球に抑えた。7月23日にトリプル A 級コロンバスへ降格。 9月3日に最小を隠した。この年は8試合に登板し、防御率4.15だった。2014年3月4日にインディアンスと1年契約に合意した。この年は前年比で大幅に出番を増やし、37試合に登板した。防御率4.50をマークしたほか、メジャー初勝利を挙げた。また、28.0イニングで26個の三振を奪い。 脱三振率は8.0を超えた。2015年は2試合に登板し、防御率は5.40だった。2015年11月20日に、インディアンスと埼玉西武ライオンズとの間で、保有権上渡に関して合意がなされ、27日に年俸8400万円プラス歴高払いで選手契約に合意し、同日に入団会見が行われ、背番号は54に決まった。 2016年の開幕を1軍で迎え、3月25日のオリックスバファローズとの開幕戦において、同点の8回に4番手で来日初登板し、1回を投げ、無失点で初ホールドを記録した。しかし、その後は打たれることが増え、5月に2軍降格が決まった時には、当時の監督の田辺やコーチの塩崎からは、酷評された。オフの11月1日に、 ウェーバー工事の手続きがなされたことが発表されたが、上渡を希望する球団はなく、11月8日に自由、契約工事がなされた。2017年は、ロッキーズ参加で 3A のアルバカーキアイソトープスに所属。2018年は、ドジャース参加で 3A のオクラホマシティドジャースに所属している。しかし、同年の6月に放出された。2018年7月2日に、 CPBL のドラフト会議で、中心兄弟からドラフト1位で指名を受け、背番号は34に決まった。入団1年目から守護日として26試合に登板し、防御率1.42を記録した。2019年は3月29日の富国ガーディアンズ戦で、林増則の打球が右親指に直撃した。骨に異常はなかったがニ軍へ降格した。 シーズンオフの 2019WBSC プレミア12、チャイニーズ台北代表に選出されるも、右肩の故障で出場を辞退した。2020年5月までは、防御率が6.28と不安定な投球が続いたが、6月には、月間防御率1.80、8セーブと、リラシー投球をしまき返した。7月27日の統一ライオンズ戦で9回から、 登板するもリードを守ることができず、チームはシーズン初サヨナラ負けを喫した。2日後の楽天モンキーズ戦では、陣としひでに代打逆転サヨナラホームランを打たれた。最終的には51試合に投げリーグ最多タイとなる23セーブを記録するも、防御率が良好であったン、陳委員分が最多セーブ投手を獲得した。2021年から副キャプテンに就任した。 サイドスローから平均92から93マイルパーアーのツーシームを投げ、稀にフォーシームも投げる。また、平均82から83マイルパーアーのスライダーを武器とする。主にリリーフとして起用され、マイナーリーグでは急速で最速98マイルパーアーを記録した。リブリマサに関するカテゴリー、ありがとうございます。